では続いてですが、このまあクロスウェル街道方面から、アルモリカ村古戦場あたり行ってみますかね。はい。ガイド1、ここか。ここで何を、行こうか。あ、宝箱が。あれ、なんでこれ取り、あ、前はここ。坂島のバベル。ここからはっきり見えるな。あそこに乗っ取られたエリュシオンが。うん。そしておそらくは。我々がやるべきことはここで油を売ることではあるまい。そうですね。準備を進めないと。行きましょう。うん、ということでここからはっきり見えますよと。以前ここは黒の衛士隊が固めていて、ここまで探索できなかった、そんな感じだったかな。こっちは何もない。龍人公。おお、これは幸運だ。これだけこれだけですかね。あの敵は倒したことあるやつかな。東クロスベルカイド。全部倒してますね。では、アルモリカ村行ってみますか。はい。そうだな。どれくらいかかるかわからないが。お前らくらいのガキにしてはささやかな夢語るじゃねえか。相当厳しい過去をたどってきたからこそみたいね。でもいつか居場所を見つけてほしいものです。ということで、のどかな村を探索していきましょうと。はい、リリックさん。この人、市長、市長じゃないな、村長さんの息子さんですね。騎士団か、特務支援か。話は聞いていたが、解放作戦っていうのは無事成功したみてえだな。ちょくちょく兵士の偵察をしに、様子を見に町へ近づいていたからな。連中が撤退していくところも見ていたぜ。全く俺とそう変わらねえ歳なのに、あんたら本当に大したもんだぜ。次期村長として負けられねえな。作戦の成功は私たちだけの力ではありませんけど、ありがとうございます、テイクさん。こっちはこっちで、ヒラミを返すついでに街で手伝えることがないか模索している最中だ。食料の提供や、村や、療養所の情報提供。紹介同士の今後の連携体制の見直しとかな。また世界体制に発展するのかどうか、不安ばかりが募っちまう状況。こういう事件が起きるために、毎回あんたらが頑張っている姿を見ているからな。俺たちも根を上げずにやっていくさ。ここが踏ん張りどころです。お互いに頑張りましょう。共和国が進軍してくるとすれば、アルモリカ村も巻き込まれかねない。先のことを考えると頭が痛いが、まずは村やクロスウェルの安定を考えねえとな。
うん、うん、ネックさんも頑張ってくださいね。はい、エルキンさん、ヘリランミーのみんなを送るついでにあの塔を見てきたんだけど、対戦の時の柱くらいやばかったよ。やばかっただよ。うん、あんな兵器があるなら本当にクロスウェル統一国になっちまうんじゃねえだろうか。誰か本当にあの総統を止めてくれねえかな。うん、まあその総統はすでに倒してしまったわけですが、おっと失礼、僕としたことが興奮してついなまっちゃったみたいな。うん、正直不安で仕方ないけど何もしないわけにはいかないからね。共和国へ攻撃するっていう5時までどう動くかが勝負どころだな。うん、まあ残された時間は限られてますが、できることね。うん、僕にできるのは努力で人や物を運ぶくらいだけど、姉ちゃんジェックの力にもなれそうだしね。僕なりに頑張らさせてもらうよ。うん、ミリアさん、さっきエルキンと一緒にクロスウェルの人を送ってきたんだけど、避難中に家の食べ物がダメになっちゃった人がいたり、町の解放の反動なのか、お店の食料の在庫も心もとない。こういう時こそ私たち農家の出番じゃないかってデリックと話してたのよ。町が解放されただけでもありがたい話なもの。今できることをしなくちゃね。エルキンの動力トラックは昔ミンネスって詐欺師から安く買っちゃったものなのよ。うん、このミンネスさんは、まあ、空の奇跡の頃から暗躍している詐欺師で、エピソードのね、二人のジャスティス。ダドリーさんと、マキアスさんが活躍したお話で捕まっていた、悪い人ですね。うん。その人から安く買ったと。うん。のが動力、この動力トラック。うん。避難民を乗せたり、野菜を乗せたり、大活躍しちゃってるわ。うん。村の存亡に関わる大事件だったけど、いろいろな意味で、今ではいい笑い話になっているわ。うん。まあ、ミンネスがやろうとしたことは、まあ、この村の経済圏を握るというか、この村に非常にいい顔をしておいて、で、この村を乗っ取ろうとしていたわけですね。で、まあ、ここは非常にのどかなところではありますが、とても素晴らしい蜂蜜が取れたりするので、うん、ここの村を独占したいと、こう思って、最初は、最新の動力車とか、動力トラックとかを安く提供して、うん、なんとかこの村に取り入ろうとして、で、後で、この村を乗っ取ろうと、言ったわけですが、まあ、それがバレて、うん、トコムシェンカに阻止されてしまったと。うん。はい、じゃあまあ、療養所から行ってみましょうかね。ご夫婦。フローラさん、とりあえずパニックになった患者さんはいないみたいね。リトンさん、ああ、ひとまず安心して良さそうだ。西通りのアパートに住んでいるご夫婦の医者、お医者さんですね。うん。幸い事情も退院されたし、ここの人員は十分だろうね。一
それではやっぱり、ああ、さっきウルスラ病院にも連絡して相談したんだけど、今回の作戦協力する意思が必要だと思うんだ。また警察や警備隊に負傷者が多数出るだろうからね。ごめんよフローラ、勝手に消えてしまって。でもあんな形とはいえ従軍経験もあるし、何より僕が力になりたいと思っているんだ。分かってる、リットンってそういうところは頑固なんだから。私もここで全力を尽くすわ。だから約束よ、必ず無事に戻ってきなさいよね。ありがとうフローラ。まあこの二人ね、もともと二人で、病院勤めをしていたわけですが、千の奇跡の4の時に、リッポンさんが、従軍してしまうと、軍隊の戦争に、戦争で傷ついた兵士さんたちを見る、そういう、従軍医になってしまうと。で、まあ、二人は離れ離れになったわけですが、戦争が終わった後、共に、二人ともアルモリカ村の療養所勤務になって、テオスケすいません、お待たせして。で、二人でね、過ごせる時間も増えたわけですが、リットンさんはまた、我々の作戦ですね。こちらに協力していただけると。危険な任務ではありますが、なんとしても成功させようと。何も最前線に出るわけじゃないし、僕ならきっと大丈夫さ。ただ、心配かけてごめんよ。必ず無事に帰ってくるからさ。リットンはそういうところ心配ではあるけど、あなたらしいって思うし、尊敬もしてる。だからここは、だからここから応援してるわ。約束を破ったら許さないんだからね。アレサさん。さっきのラジオ放送の話、まだ信じられないのだけど、クロスベルはこれからどうなってしまうのかしらね。いけないいけない。こんなこと言ってでもどうにはならないよね。患者さんたちも不安でしょうし、私もできるだけのことをしないと。あれ。息子と二人でここで生活していけるなら、僕は望まないつもりだけど。この人もともと、クロスベル市、市内に住んでたけど、子供と二人で、息子さんと二人でこっちに引っ越してきた、そういう人だったかな。メイファさん。議長の容体が回復して早々に療養所を出ることになって驚いたけど、この情勢では無理をするなという方が無理な話だものね。でも完成にしつつ頑張っていただきたいものだわ。さてと、それじゃあ私も自分の仕事を頑張らないといけないわね。病院でシロンがまたやらかしてないかどうか心配だけど。患者さんや村の、みんなを安心させるためにも私はうろたえていられないし、ここは心を鬼にして巣立ちを見守るのよ。病院のシロンさん、いつも、失敗ばかりしている、そういう看護師さんですね。クロスベルが解放されたっていうのに、また大変なことになっちまったもんだな。このままじゃ、リハビリして仕事に復帰するところじゃない気がするんだが。なんだかそんなことより、街にいる家族が心配になってきたよ。早く元気になって帰らないとな。いろいろ心配の種は、尽きませんね。
ラジオでマグライル議長が事情を説明されているのを聞いたわ。これからのことは不安でしかないけど、ともかく退院した議長さんもお体は大丈夫そうでよかったわ。深刻な状況ではあるけれど、私たちも気持ちをしっかり持っていないといけないわね。まあそれぞれがそれぞれの立場で、まあ、できることをやっていきましょうと。こっちから見ましょうかね。まさかこんなに早く町が解放されるなんてな。まだ警備隊も警察隊も特務支援課もみんな諦めてないってことなんだよな。それなら俺だって世話になった本もあるし、アルモリカを手伝っていくとするさ。お、スコットさん、パールさん、このご夫婦ですね。遊撃士のスコットさんと、もともと百貨店に勤めた、百貨店の受付をしていたパールさんのご夫婦ですね。あら、特務支援課の皆さん、お疲れ様だ。スコットさん、お疲れ様です。もしかして奥さんをお迎えに来たのかな？ああ、郊外の巡回がてら寄らせてもらったんだ。車に乗せてもらって帰ってくる避難民の中にパールがいないことに気づいてね。ごめんなさい、みんな町に残してきた家族が心配だったみたいだから。でもスコットさんなら大丈夫だって、私たちを迎えに来てくれるんじゃないかって思っていたから。見せつけてくれるじゃねえか。すまない。先生も彼女から聞いているぞ。町が占拠されている間、支援家たちがアルモリカを支えてくれたんだってな。俺たちはマインズ方面で手一杯やったから、遊撃士として礼を言わせてもらうよ。はい、おかげで安心して過ごすことができました。あの、トサカっぽい髪型のお兄さんと、眼帯のシスターさん。バルドさんとスカーレットさんですね。よろしくお伝えください。あ、偶然言わせることができただけですけど、ありがとうございます。バルドとスカーレットにも伝えておくよ。彼女が不安がっているんじゃないかと思っていたんだが、特務支援課たちの力もあって、キーウに住んでよかったよ。街を守る者同士、次の作戦もよろしくな。こんな状況になってしまって子供が心配だったんですけれど、この子ったら物怖じしないみたいで、頼もしいところはスコットさんにいたのかもしれませんね。さてと、私もしっかりしないと、百貨店のみんなのことが心配ですし、街に戻って様子を見に行ってみようかしら。ああ、赤ちゃん。ここの魚は別に釣らなくていいかな。それ。よし、来た。いい手応えだ。小さい魚です。いい感じだな。まあいいでしょう。シーリーさん、今回も何かと、なんとか無事に切り抜けられたわね。軍事キャンプで働いていたおかげで焦らずやりくりできたかも。それにキースさんも、たくさんお手伝いをしてくれたから助かっちゃったわ。
暗いことばかり言ってた時期もあったけど、気を取り直してくれたみたい。ちょっと頼りないけど、飾らない性格のいい人よね。なんで本音に言ったら調子に乗りそうだから、内緒にしておきましょう、と。そしてと、みんなが出て行った後は、客室の掃除をしないと。一応、今朝のご飯の片付けも残っているし、まだまだ忙しくなりそうだわ。キースさんね。キースさんは、この店の常連さんですね。多分あの上で掃除してる人かな。ゴーガンさん。いや、エリーさんじゃないか。ちょうど今、ひなみの人たちが宿から出て行ったところでね。デイクが送り届けてくれるそうだよ。デイクさんは、村の入り口にいた村長さんの息子さんですね。どうでしたか？ありがとうございます。クロスウェルを解放してくれたのもきっと君たちなんだろう。俺を言うべきはこっちの方さ。ともあれ、あとのことは僕らに任せてくれて大丈夫だよ。皆さんこそ無理はしすぎないで頑張ってくださいね。はい、お気遣いありがとうございます。デイクがずっと能力者をカウミラを出し渋ってたんだけど、今日の様子を見るとやっぱり勝手正解だったみたいだね。さてと、あとは客室を掃除だとかなんとか、頑張るとしようじゃないか。特に買うものはないかな。アルフレッドさん。非常事態ではあるが、避難してきた身だから、読書後の感想を聞くのが好きだったんだ。それだけに皆が街に帰ってしまうのは名残惜しくもあるが、今後総督がどう出るかわからないし、今のうちに街に帰るべきだろうからね。図書館や村で会えたら、会おうと話してお見送りしてきたよ。さて、もう少し状況が落ち着いてきたら、僕もクロスビルの図書館に行こうかな。仕方ないとはいえ、本の返却期限はとっくに過ぎているわけだしね。返したくても返せない状況だったんで仕方ないかな。キースさん。気づかないうちに僕も随分と落ち込んじゃってみたみたいなんだけど、エリちゃんに、そんな暗い顔ばっかりするキースさんは嫌って言われてね。一度デートが失敗したからなんだ。クロスベルがまた占拠されたからなんだ。って気持ちを切り替えることにしたんだ。そしたら随分気持ちが軽くなってさ、まるで、悪い夢でも見てたかのようだったよ。これで少しでもシーリちゃんの好感度が回復できてるといいんだけどな。かなり回復してる様子でしたが。シーリちゃんに嫌われるのは死んでも嫌だからね。これから何が起きようと暗い顔だけはしないって胸に誓っているよ。あとは雑貨屋さんと村長宅かな。いらっしゃい、よく来てくれたな。入院式のお祝いに考えていた新商品はパーになっちまって、落ち込んじまってたんだが、代わりにクロスベルのみんなを応援するキャンペーンをしようと思うんだ。ちょっと役立ちそうな食料や雑貨を包んだセットを先着30名にプレゼント。あんたたちもよければ受け取ってくれ。ありがとうございます。こんなにありがとうございます。いいってことよ。店の宣伝も兼ねてるからな。
それにこれは俺に葉っぱをかけてくれたあの人たちのおかげでもあるんだ。戸坂の兄ちゃんと眼帯の姉ちゃん、村を守りに来てくれたそうだが、仇じゃなさそうな二人だ。まあ、お堅い組織には所属している二人なんですが。まあ、教会、七曜教会自体はお堅い組織ですが、聖杯騎士団は確かに仇じゃないかもしれない。うん、バルドとスカーレットさんか、二人とも村のためにいろいろと動いていた、くれていたのかもしれないね。うん。はい。うん、戸坂のお兄ちゃんたちに文句を言う前に報道してみろって言われてさ、ずっと考えてたんだよ。そこでプレゼント計画をやったらみんなが元気が出るんじゃねえかと思って始めてみたんだよ。店の宣伝にもなるし、村のみんなも喜んでくれて、じいちゃんにも褒めてもらえたし、うん、まあまあ好感触だったかもな。うん、これは持ってますね。持ってますね。うん、ATS が下がるのであんまいらないかもしれない。他装備できる人いない。おっと、うん、ATS が下がる。うん、うん、まあこんなもんかな。はい、今のジークの様子だともう心配いらないようじゃな。これもこれもあのお客人たちのおかげじゃろうか。なおと悠長なことを言っている場合ではないことは分かっておるが、孫の成長が一番の薬じゃからな。元気をもらった分わしも働かせてもらうとするかの。うん、確かジェイクたちが町に物資を運ぶとか言っておったな。うちからも提供できるものがないか在庫を確認してやるとしようではないか。うん、はい、では村長宅の方に。うん、子供たち。ステファン君、カミーユ君、チンソウトウがラジオで言ってたことは難しくて意味がわからなかったけどさ、大人が言うにはまた戦争になっちゃうかもしれないんだとよ。だから大人がみんなバタバタしてるのかな。まさか、またみんな軍事キャンプに行ったり徴兵されたりして、そんなのプリン嫌だよ。大丈夫だよ、まだそうなるって決まったわけじゃないんだから。大人の人たちはきっともしもの時に備えてるだけだって。僕たちも心構えだけでもしておかないとって言われてもな、何すりゃいいかわかんねえよ。うん、それじゃ畑のお手入れなんかは、みんな忙しそうだし、プーリーたちでお水をやったり、雑草を抜いたり。そっか、それくらいなら俺たちにでもできるかもな。うんうん、大人たちが忘れてそうなこと、僕たちで手伝っちゃおうか。いやー、偉いね、この子たち。うん。まあ、カミーユくんと、うん、プーリーちゃんは、もともとこの村出身の子ですね。地味だけど俺たちだって役に立つってとこを見せたいしな。きっと大人たちも驚くに違いないで、早速始めるとすっか。うん、この子とこの子はプリちゃんは兄弟。家庭外の姉ちゃん怒られちゃうから誰かに付き添いをしてもらおうっと。そういえば遊撃士の人が来てたような。うん、スコットさんが来られてますね。後で頼んでみようと。うん。で、ステファン君はさっき療養所に行った、
女の人の息子さんですね。確かクロスビル市から、こっちに引っ越してきた。うん。無理の言う通り、この時こそ僕たちの出番ですよね。大変なのはあの退治の時もだったし、こだれてなんていられません。手伝えることを頑張っちゃいます。素晴らしい子供たちです。なんかちょっと西通りの少年特務支援課を彷彿とさせる、そんな3人組になってきましたね。はい、じゃあ村長さん。お前さんたち来ていたのか。うちの解放作戦が成功して本当に良かったの。じゃあが、結局このような事態になってしまうとは。もしもこの我々の兵器が共和国を攻撃してしまえば、クロスベルは、村長として住民を守るためにも、万が一の事態に備えておかねばならんの。デリックや他の住民にもこの状況においてよくやってくれておる。わしも村長として万が一の事態に備えておかねばならんの。あら皆さん、町の解放本当にお疲れ様だったわね。ルーファス総統のあの話には打ちのめされてしまったけれど、その後マクダイル議長がラジオ放送で声明を出されてね、町を解放したことや今の状況を教えてくれたわ。お声もしっかりなさっていたし、ずいぶん勇気づけられてしまったわね。どうでしたか、アルモリカ村の皆さんにも本当にお世話になりました。いえ、こちらこそよ。まだまだ心配事は尽きないけれど、気持ちくらいは強く持っていないとね。上は誰もいないかな。はい、じゃあ、アルモリカ村はこれで一通り見ましたかね。大丈夫かな。では、あと、古戦場かな。行っちゃいますか。まあ、多分ね、ここと、同じ感じで、まあ、敵がいるのかもしれないけど、まあ、行っちゃいますか。はい。いますね。だからはこの取り逃しとかはなさそうかな。回復装置あるね。じゃあ、ちょっと、一応、いろいろ見直してから、敵、挑んでみましょうか。よし。はい。では、敵を倒してみましょう。多分、倒せばまた、クロゼムリア公の影らが手に入る感じですかね。強敵発見、警戒してください。これ聞くのかな。聞きました。でもクリティカル、永久の聖獣レイズルーン、どうか気をつけて。エクジョンボルト、これ下手したら一気に持っていかれる気がするけど大丈夫かな。行くか、負け。エリオット軍と委員長は、これまずいな。まあ、いっか。なんとかなるか。じゃあまあ、天気合一しとこうか。メーガン、新規合一。負けられない。で、違うな、こうか。どっちでもいいけど、
うなれ、おお、螺旋撃、崩れた、はい、続けていくよ。さてと、どうに急ぐ、復活はできないか。委員長のクラフト後に復活できた気もするな。どうだったかな。じゃあ、見るとこ調べておこう。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。うん、ヘイズルーン。全身に別次元の植物が分生した一つの森のような幻獣。周囲の生物の生命力を大量に奪い、多くの状態異常をもたらす。恐ろしいですよ。はい。戦闘部のも解除できるね。よしよし。で、危ないから、アグネス。これにしとこうか。早く剣狼人、ゲーム行きます。いい武器を。ありがとうございます。うん。危ない。僕の番組。ね、ホーリーソングと。あー、届かない。まいか。届け、癒しの歌。届かない癒しの歌。ありがとう。ありがとうございます。行くぞ。はい。では、まあ、見事と攻撃しよう。螺旋撃。今だ。続けていくよ。これはついた。まあ耐えれるか。ライフさんが危ない。うん、耐えれるはする、ね、うん、私の番ですね。これアンセラス使った方がいいな。まあこうか。神道滅却、我が太刀は無。見えた。灰の太刀、黒曜。うん。さてと。届け、癒しの歌。あ、なんか全然。ありがとうございます。行きます。うん。で、今度こそアセラスで。アークスクド。行くぞ。起こして。リンク攻撃して。螺旋撃。感謝する。うん。よしよし。あー、まずい。剣老人がなくなっている。うん。ピンチだね。ピンチですね。次30回復されてしまうんで、まずいな。エリオット君、エスクラ行こうか。これで、あ、これ状態でも治らないのか。じゃあ、一旦これで、いや、ノック直せないか。あれ、ノック消し。なんか、これ持っていきつつ、いや、
これして。感謝する。いざ幻想の世界へ。あら、しまった。オーダーしたいな。大丈夫か。ここからが本番だよ。レメディーファンタジア、ご清聴ありがとうございました。感謝する。ありがとうございます。さすがに耐えれるか。うん、私の番ですね。うん、あれ、これかな。なんか優秀。これも良さそうだ。これも良さそうだけど、うん、これは違うな。いや、でも、うん、これか。高ぶれ、ドミニオンロア。うん、私の番ですね。状態以上直せるね。ガウさんの状態上直しておかないといけない。息吹を。感謝する。ありがとう。任せてくれ。ねえ、決まったな。元老人。いや、違う。アピール手法にすべきだったな。まあ、一旦、開け直すか。響いて、サフィールシンフォニー。行くぞ。はい、で、ようやくガイウスさん。これ危ないよね。てか、攻撃しないとダメだ。あ、これいっちゃいますか。はい。雷光が。うん。で、ブレイク入る。行くぞ。うん。で、こうして。こう。メーガ、新規合一。あれ。俺の番だな。割り込める人いない。これ、リンク殴って次割り込もうか。ちょっともったいない気もするけど、殴って。崩れた。はい、続けていくよ。で、神道滅却、我が太刀は無。見えた。ああ、うん、うん、これは耐えられるはずだけど、状態上が厄介ですね。あ、大丈夫だった。うん、じゃあまあこれでガイオスさんとつながってどんどん攻撃していく。螺旋撃、いきます。委員長どうしようかな。エンゼルか。やりますか。また銃回復されるな。割り込みますか。ダイオスさんで割り込むがいいかな。俺の番だ。これして、うん、まあね、これして、くぅー、はい、絶空砲翼の力、思い知るがいい。うん、我が深淵にてきらめく金色の刻印を、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。
これ確実に、ディレイが入るのでかなり強い。うん、さてと、ホーリーソング、リン君届かないけど、いいか、届けやっとこうか。癒しの歌、感謝する。ありがとうございます。行くぞ。うん、うなれ、おお、螺旋劇、崩れた。リン、ここするよ。次まずいな、割り込む割り込める人がいないか。サフィールシンフォニーも切れるねまずいな、割り込んでよか、うん、これなんだっけ。まあ、いいか。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。回復系ではないよ。我らを守る唯一の盾、祖は流霊、今国を照らす無二の鏡、照らせパレス・オブ・エレギオン。防御とか反射とかそういう感じかな。うん、あーこれ強いなこれ強いな、うん、最初からこれ使えばよかった気がするこれ強いな忍者のエスクラ強いな、うん、ではうん、あ、もうだいぶ削れてるね。うん、であこれいきますか。オーダー使っとく。これコスプとパフォーマンスがかなり高いよね。まあ今いらないか。うん、今しやらなくていいから。むしろこれやっとこうか。こうやせ、烈光寺、ホームだ。うん。うん。ねえ。はい。奏でよう。バイオットレイジ。このまま押し切ろう。やっ、それ。うん、これも反射するといや、これ忍者のエスクラかなり強い気がするな。うん、あんまり他工作ね、あんまり使ってなかったけど。うーん、どうしようかな。エスクラ行ってもいい気がするなぁ。いや、まあ、いいか。割り込めばいいか。うん、じゃあ、これでいいか。うん。雷光が！行くぞ！うん。そうか、これでいけるのか。こうして。メーガ、新規合一。ねえ。一応これ貼っといて。響いて、サフィールシンフォニー。前。うん。神道滅却。我がたちは無。うん、これも十分耐えられるでしょう。さてと、ね、
大丈夫か。これ貼っとけばいいか。アークス駆動。うん、これやっとこうか。はい、俺の番だな。うなれ。あ、まずいな、クリティカル取られるな。誰か割り込め。まあ耐えれるか。掃除します。うん。ありがとう。うん、多分大丈夫。素晴らしい。え、これ魔法攻撃なのかな。プレゼントミラーで弾けたね。うん、そろそろなんとかなりそうな気になってきましたが、あと3万か。ガイウスさんがこれやって、委員長が魔法で、ガイウスさんのエスクラでなんとかなるんじゃないかな。強化するよ。お、これとどめかもしれないね。はい、強かった。忍者の魔法は強かった。これで一安心ですね。うん、カノンがレベル10。よし、掴んだ。うん、まだまだこれからだ。ナーベランス3。やったね。うん。やりました。まあこんなものだろう。よし、やったぞ。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。ヒーズルーンを倒した。リアノンキス。うん、そういえばこの辺のロスアーツあんまり使ってないな。はいはい。で、うん、特にはないかな。はい、では続いて、マインツ、マインツサンドを、鉱山町、月の総員。月の総員今回行くの初めてだよね。あ、違うな、行ったな。総女知れた人たちを助けに行ったわけです。うん。じゃあまあ、この辺行ってみましょうか。多分月の総員も、あれかな、今みたいな、クローゼムリア鋼が手に入りますよみたいな感じかな。で、あと、ウルセラケースと、リセラン。うん。まあ、ある程度、終わりが見えてきたね。で、一通りだと、無限回路が待っていると。うん。